全員と寝ながらエッチするユーマ。ガーナでーす。眠りの心みたいな感じで、急ぎやらなんでね。まずいね。青柳くん、僕らだけのオープニング初めてだよ。まずい。やばい。どうしたんだ。ピエン。ということで、はい、オープニングやっていこうね、青柳くん。あ、どうしたの？今のリュック、炭治郎かな、君。お前、お腹に寝ずこしょってんだろ。寝ずこしょわないですよ、僕。あ、俺やりたいことある。今日は何？今日は歌ってみるよ。いつもやってる僕ら歌詞バレずにどこまで言えるかシリーズみたいのがあるじゃないですか。あれを今回僕ら二人で心細いですがやっていきたいと思います。大丈夫？大丈夫だよ。画角とか前までの休みってバグっていけばいいんだから。借り物系でいきましょう。まあ何の映画をやっていくかっていうとね、映画をやるんですか？映画じゃないわ。はい、カットで。何のね、歌をやっていくかっていうとね、鬼滅の刃の最近流行りですね。流行っているリサさんのね、あのグレンゲっていう曲が今 TikTok とかでもね流行っていてね、今年2020年にね、鬼滅の刃の映画もやるわけですよ。おグイグイ来てる歌をね、歌詞バレずにどこまで言えるかシリーズやっていきたいと思います。ということで本日の企画ということで本日の企画、おい、鬼滅の刃主題歌グレンゲ、メタにバレずにどこまで言えるのか。一個あるんですよ。カメラはね、多分鬼滅の刃を多分見てないと思う。そう。主題歌も多分 TikTok で見ない限り知らないと思うんですよ。そこでね、この曲をチョイスしたわけですよ。勝ちの確率は高いって。で、僕らこんなことしないじゃないですか、普段。相当ね、怪しまれないと思うんですよ。おいおいおい。会議やろうって自分たちで言うのはマジで焦るね。どうしますか？なんか作戦ありますか？僕ら唯一編集って共通点があって、そこでなんとか会議を持ち出そうと思います。それでは、やっていきまっぴょー！ああちゃん大丈夫そう？こんな感じで。いつも大体こんな感じだね。そこにヤマトが座って。俺の席みたいなんで。なんかあっちゃんできますか？できますかって何？僕ら取れたから多分1分半ぐらいしかまだないんで。お、まずい。そのじゃあクマさんでなんかうまくボケとかやってみてくれ。ん？滑ったよ。変わり。頭がポンってなって、ポワーンってなってるクマさんを僕がアフレコ？リアルでやっていきたいと思います。いくよ。はーい！カットだね。地獄やね。手痛いね。なんかうまく言ってこう。警戒されてないから大丈夫か、いけるよ。ウィス早ない？すごいな。サイン回収サイドじゃなくてすごくね、机が会議みたいなのね、机のタッチ会議の人我々はちょっと話したいから。怖っ、暴動みたいやん。こいつらマジでマジで怖いよ。何の企画？企画？企画じゃないです。まあ、アムギリ君がね、お話を持ってきてくれたということで。珍しいのレベル超えてない？まあ、いいですけど。何山岡博士。頑張ろうとしてるのね。マジやな。見守ってるんで。お願いします。大体今日の編集が終わったと。あ、そういうこと？見るとまあ、一応知らない。違うよ、今日の編集が終わっただけ。あ、それ報告したの？俺は最近編集が終わりと、時間がねえと。何の時間がない？そういうの言うのは大丈夫なの？動画の中でそういうこと言うのは大丈夫でしょ？どうかじゃない。まあまあ、やはり編集の話か。編集をしてなんかちょっと強くなれるようにしたっていうか、結構メンタル的に、ね、強くなるんですよ。私たち YouTuber 強くならなきゃいけない。俺会議なんだけどいいっすか？あの休みが欲しいみたいな話でしょ。そしたらユータが力つけますって言うと言うと、ユータ力つけます。あ、これは終わった。じゃあ、 僕を連れてっす。あんた強いんだ。じゃあお前休みない？結局お前休みをもらえるのは別にその先でいい。じゃあそれで終わりです。じゃあ携帯いじっていい？ダメ。そこまで絞りそうないだろ。おすすめの曲あんだね。それは違う。エロくないのにエロく聞こえる歌って知ってる？マンゴスチンチンスコーン、負けないでうなぎパイパイパイって。それ以上歌うのドラマとのソマトニオ。え？は？俺だらけのソマトニオ。え、じゃあ全く言えてない。テルマエロマエ的なことが。大丈夫？今のとこ赤で埋まったの？ピヨンピヨンピヨンってなったの？寄らないでって。ここに入んないでって言ってんの？領土があるらしい言うたんよ。おっと、ピヨンうるせえ。じゃあフォークだよ、フォークだ。いやいやいや、お前のそのクマみたいなできてるけど、その目の下にできたクマ知らねえ。俺フォーク知らねえ。俺ジブラ知らねえ。俺ウジさん知らねえ。誰マジそれ誰知らねえ。全然何もわからねえ。何がわからねえ。お前の言葉一個も刺さらねえ。わかってる。知らねえ知らねえ。言ってるけど味なら苦め。笑ってるのまるでひらめみたいな感じで尖った心。尖った心より本物の男。ヒップホップはマジで根底だ。めっちゃ強くねえ。
あー、怖いですね。キューアンをおすすめの曲なの。気になるけど気にならない。ユーマ止めなくて大丈夫。いや、もう全然いいよ。ゆるすぎなんだ。あ、やばい。あ、よくね。首振れろ。泥だけの走馬灯に欲を張る心を震えるでは掴みたいものがある。それだけさ。めっちゃいいよ。強いに空睨んでも変わっていけるのは自分自身だけ。それだけさ。これ即興の言葉強いな。え、じゃあ即興かよってやる。普通にやろう。じゃあさっきは下向くね。携帯 OK よ。携帯ですね。視聴者さんにもさ、分かりやすい曲の方がいいんだよ。視聴者さんは今関係です。あー、でも、ああいいね。寂しかったやつに。誰も触れない。なんで守んないの。レモン、レモンにして。一つ二つと。それ違うの。オレンジ。果物間違いはきついよ。笑顔咲く君と。それチェリーだ。クランボス。仕込み方間違えちゃダメです。育てきたかん。それ違う。果物からブレて。セロそれす。ね、じゃあパセリ。それをじゃあまあ、あの即興で。夜の匂いに空が睨むのなら、なぜか星が己に落ちてくるよ。星が落ちてきて月見ながら君に、星が綺麗ですねと長文を送る。夜の街灯を一つずつ抜ける。その後に米でそれだけさ。え、なんか変じゃねえ。めちゃめちゃいい。何でないの。大丈夫ないの。じゃあ広いでいきましょう。行きましょう。ワクラマさんの広い。夜の匂いに空が睨むなら。それやめてくんの。その入り何。風景を彩るみたいな。それ夜の匂いに空が睨むなら、焚き火の煙目をかすめる。いい歌。かすめる目の下、こするように僕は涙を拭きたいと思うけど、君に見られる。口癖がもう聞けないのかな。ああ耳が寂しい。君が最後に残した言葉は何。言うならばそれだけさ。いつも通り冷蔵庫の中にある料理、温めて食いたいもんだな。レンジ壊れてた。泣こうと思えば泣けちゃう。別れたばっかとかで感情移入してるのに、4人が急に家に来てベッドの横で静かに歌ってきてたら泣ける。最初のオリジナルの。うん。まあ、で、ずーっとガチガチに固めてきたしな。違うバージョンでやってみれば。なんかの歌詞だとしたら俺らあんま強く言えないから。そう。何の歌詞の一部。いや、その歌詞の一部。歌詞の一部なの。引用してきました。携帯とかはまだ大丈夫。携帯めっちゃ落ちてる。もう一回やってみよう。じゃああっちゃんの才能じゃないやん。引用なしで今みたいないい歌歌え。いや見ないで。ひどくない。これ見てたんだけど。お気に入りこればっかり。坊主の経過らしいよ。あ、なるほどね。1日目伸びすぎてあと変わんない。坊主になったらそうやって変わっていけるのは自分自身だけだもんね。うるだね。なんかもうエキストじゃねえし。はるかとかは。こんにちは。それサビくね。こんにちは、こんにちは。ネギシ。こんにちは。岡野健太郎さんのこんにちはネギシ。あれやろうよ。初雪に。あ、そこいいや、めっちゃいいや。どうしたって消せない夢ある。意味が分かんない。意味が分かりませんよ。久々に。じゃあ俺からやらすか。部屋干しのブラッドパンティ、イルミネーションにより外に丸見えだよ。それでもまだ風強い日は外で干す。どうしたってそれ無理でしょう。飛んでちゃう洗濯消せない夢もいいの。ない。無理やりすぎるわ。お前無理やりすぎるわ。道とかで行こうや。朝起きて隣を見てもなぜだろう君がいない。君がいないなら誰かのために強くなってすご
したい。ありがとう、悲しみを君だけにもらったもの、全部溶かして火の海に溶かそう、忘れてしまおう。世界に打ち向けられて負ける意味を今知った。でも僕は強く花を咲かせる。紅蓮の花よ咲き誇れ、運命を照らして帰れない定め、僕らは運命照らしてイエーイ。ゴロアリということで今回企画大成功イエーイ。バレずにどこまでやれるのかやれるのか初めてやってました。そんな AV 見てる鬼滅の刃が流行ってるのでね。じゃあとりあえず俺ら3人まだですよ。まずヤマト、ユータ、ヒューガ、カワトレー、鬼滅の刃、あ、全然違う。あ、なんか黒いの被せてね。今鬼滅の刃さんが流行ってると決してバカにしてるわけじゃない。いや、折りたたんだって無駄よ。マジで無理じゃない初手からこの机用意してるのさ。今のやつを頑張って真似してやろうと思ったんですけど、俺ら主催でやってみたかった。一応一番真似を歌いきります、はい、やらせてもらってありがとうございます。すいません、お時間。いや、これカメラとかを出してきてさ、はい、終わりましたみたいなやんなくて大丈夫なの。俺ら受け身だからさ。あんな手持ち手持ちはい、以上です。以上。やめ、いや、ここの画角にしてその発尺。まあ、感想とかを述べられたらいいかも。はい。はい。いや。僕がね、即興カエルさんの最初になって、その流れに乗ってユーマ言ってくれると思って言わなかったから。緊張してたの、即興カエルさんの人がもう僕、楽しくなっちゃって、この企画忘れて普通にやってたの。引っかかって、じゃあ見に来てくれた人がさ、あなたと二人が、なんか、どうせ狂っちゃったりすんだろ。怖ない。こういうことはさ、今後もやっていこうと思う。年に1回ぐらい。組んだことないオープニングの組み合わせってある？俺ヒューガじゃないの。紙、紙。あれはピューマでしょ。あれは俺じゃないね。あれユーガでしょ。うん。誰で？なんかセックスするみたいなやつある。ちょっともらっていい？もらっていい？で、これ金玉がパンパンになって、蜂切れそう。でも蜂の巣みたいな金玉になっちゃって下に。これどうすればいいの？これ。俺ね、一つだけ解決方法ある。教えてこれ。これセックスする。こういうこと？こういうこと？俺はユータにこんなこと言う。してしまったから後で切腹するわ。おお、それもらっていい？申し訳ないことしたわ。お母さんがさ、ウィアがってきてって言われてさ、ドロリスうっかり忘れちゃったのよ。ごめんじゃ済まないのよ、俺の中で。完成の仕方が自分の中で分かんない。分かんないもん。死んだ方がいいのかもしれない。なるほどね。ね、一つだけ方法ある。俺セックスする。セックスすんの？禁止しようとしてやべえだろ。